これからどうしよう。わしに戻ってみる。ロクサスを復活させる気か？アンセム！ゼムナス！存在しないものをどうやってこの世界に呼び戻すというのだ？ロクサスは存在している。今も俺の心の中に。仮にロクサスの心を復活できたとして、心を収める器はどうするというのだ？ロクサスはもう一つのトワイライトタウンで存在していた。きっと復活させられる方法があるはずだ。自分で言っていることに気づいているのか？それはただのデータに過ぎない。心は何にだって宿る。それがデータであっても、俺が必ず証明してみせるさ。アンセムもゼムナスももともと一人だったんでしょ？なんで今一緒に存在していられるのかな、それができるなら空とロクサスも一緒にいられるってことだよね。そっか、それじゃアービーしたじゃ。そこまで言うのなら任せよう。ロクサスの復活は我らにとっても望ましいこと。もうロクサスはお前たちの言いなりにはならないさ。忘れたか、ノーバディは闇に心を奪われた抜け殻。ロクサスを復活させるということは、再び自らに闇の力を用いること。ソラ、お前は結局闇の力を使うのか？それは。まあいいだろう、闇に心を委ねるがいい。さあ心を解き放って。待てよ。ちょっと闇の力じゃない。それは。やっ、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 どうだ？そうだ、それは助けたい一心。俺は心のつながりをたどってロクサスを助けてみせる。手伝ってくれるよな、ドナルド、グーフィー。もちろん。アンセムとゼムナスの目的はわからないけど、ハイネたちに注意するように言っとこう。そうだね、町に戻ってみよう。
トラの広場に行ってみよう。ところにも幸運のマークがありそうだよね。よし、